皆さんこんにちは、こんばんは、ポカです。今回はですね、三が日セレクトボックスの中身ぶった切り解説ということでやっていきたいと思うんですけれども、まずぶった切り解説っていうのはね、わかんない人向けに簡単に説明すると、僕が本当におすすめするツムのみ、皆さんに伝えてね、それ以外のツムは全部いらないと、言っていく動画でございます。なのでね、もしかしたら自分がね好きなキャラクターとかが、いらないって言われてね、ちょっと嫌な気持ちになるかもしれないんですけども、ここはねもう可愛いとか、このツム可愛いとか、このツムかっこいいとか、このツムミッションで使えるよとか、そういうのもなしでコイン稼ぎできるツムのみをね、紹介していくという動画ですのでご了承ください。そして今回はね、普通のセレボと違って三が日セレボということで、めちゃめちゃ強いツムがいっぱいいるのでね、いつもと同じ基準でね、いるいらないしてしまうと全部いるになってしまうので、今回はね僕個人がもう本当にこのツム使えるなっていうツムのみをね、もう独断と偏見で言っていきますのでご了承ください。それでは1日目から見ていきたいと思います。ラプンツェル&パスカル、いらない。はい、ということで、初見の方ね、びっくりしたかもしれないですけども、はい、いらないツムにはね、このいらないっていうね、僕のフリー素材が使われます。で、なんでねラプンツェル&パスカルいらないかというと、シンプルにねコイン稼ぎツムとして僕が使ったことないからですね。はい、以上です。もうこういう感じでもうバッサリとやっていきます。次、フラワーシンデレラ、いらない。確かにね、めちゃめちゃ稼げるツムなんだけど、結構ねプレイスキルが必要なので、まあフラワーシンデレラ育てるぐらいだったらね、先にねシーバーズとかナミネ育てた方がいいのかなと思います。そして次、女王&鏡、こちらはもういるですね。はい、持ってない方は必ずね1体でもいいからゲットしといてください。もう1体ゲットするだけでね、女王&鏡スキル1からねめちゃめちゃ稼げますので、上手い人だとスキル1でも6000枚コインとか稼ぎますので、しかもね練習すれば誰でも扱えるっていうね、結構簡単なスキルなので本当に初心者の人におすすめです。次、マレウス、こちらのツムもね1体は持っといてもいいのかなと思います。もしかしたら4月にですね毎年ツイステコラボが来てるので、もしかしたらねそこでもマレウス復活するかもしれないので、まあ今ね無理にゲットする必要もないのかなと思っております。はい、4月ツイステコラボ来なかったらすいません。次、ガストン、コインに余裕がある人は引いてください。その理由はですね、スキル5からしかね、コイン稼ぎツムとして使えないんですよ。けど皆さん注意してください、スキルチケットはねガストンには使わない方がいいです。それでは次、2日目見ていきたいと思います。痛めダースベイダー卿、バチクソいらない。まあコレクションとしてゲットしたい方はありっていう感じですね。次、ジェダイルーク、マジでおすすめ。三が日セレボでしか復活しないツムだから、もうここを逃したら次ゲットできるのは1年後です。なのでね必ず母体確保しといてください。次、アナキンスカイウォーカー、いるって言いたいとこなんですけども、いらないですかね、ギリギリ。なんでかと言ったら、5月にねスターウォーズコラボが毎年来ていて、そして毎年アナキンがね5月に復活していると。なのでここでね無理して引かなくても5月にね復活するので、5月までコイン貯めてそこでねゲットした方がいいのかなと僕は思っています。次、マイルス・モラレス、いらない。ウッディ&バズ、いらない。最後、3日目いきたいと思います。まずはシーバズですね。もうね皆さんわかってると思うんですけども、この三が日セレボの中で一番ねおすすめのツムです。もうナミネがいなかったらこのツムに全振りっていうねツムですね。まあ1億ダウンロードセレボとかでね、ナミネが来た場合どうすればいいのっていうね動画もこの前投稿したので、よかったらねそちらご覧ください。そしてまあ3日目は全体的にバランスがいいですね。ラグビーミッキーも初心者の人から使えるし、ソラ&ロクサスも全然復活しないツムで、まあコイン稼ぎはねあんまできないんですけども、1体は持っといてもいいツムとなっています。そして星ブルもですね、低スキル、スキル4ぐらいからコイン稼ぎツムとしてね使えるようになります。スキル4で6000コイン以上はね稼げるようになると思います。そして最後、ラブリー・スティッチ&エンジェルもあんまり復活しないツムで、レイヤー度は高いし、スキル1からね、下手な僕でも5000枚コインぐらいね、稼ぐことができたのでおすすめです。時間効率はね、ラブスティ悪いんですけど、はい、こちらも1体持っといてもいいツムとなっています。まあ3日目はねバランスよく強いツムが入っているのでね、はい、いらないツムはいなかったという感じですね。
それでは今日の動画終わりたいと思います。またね、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。